はい、ありがとうございます。沢渋です。今回もファイアーエンブレムヒーローズやっていきたいと思います。というわけで今回はですね、久しぶりにというか、まあ約1ヶ月半ぶりぐらいかな、先月新しい大英雄戦がなくて、まあ、今月初のね新しい大英雄戦アルビスが実装されたということで、今回はねこちらの方をやっていきたいと思います。で、今回やるのはルナティックの方ですね。難易度ルナティックの方は配布ユニット星3のみで今回もねやっていきたいと思います。で、メンバーがこの上の4体ですね。まあ、早速ステータス見ていきましょう。まず最初にオリビエですね。別にレベル21である必要は全然ないんですけど、まあ、レベル40の標準個体を持ってないので、まあなんかステータスごまかすためになんとなく成長途中の21を使ってるだけで全然40でも大丈夫です。ただあまりにも弱すぎると敵の行動パターンが変わってしまうので、あのレベル1のオリビエでやったんですけど、レベル1だと敵の行動パターン変わってしまったので、まあまあ20以上ぐらいかな、わかんないけど、まあとりあえずレベル40だったら全然大丈夫です。同じ攻略ができます。で、船員が守備の紋章必要になります。レアリティ上げれば全然いらないんですけど、星3のみで行きたいんだったら必要になります。で、次レイ君、久しぶりの出勤ですね。レイ君は生の息吹を持たせております。で、これもまあレアリティ使うのね、まあ後で言うけど、ハロルドを星4にすれば、あの生の息吹も守備の紋章もいらなくなります。で、次ドニー。ドニーはまあもう何の変哲もない標準個体のドニーです。はい。で、ハロルドくん問題児ですね。はい。こいつを星4にすれば船員が一切いらなくなります。どのタイミングで船員がね必要になるのかとかは、まあ攻略中に説明していきたいと思いますが、とりあえず攻撃の船員が必要になります。というわけで、まあまあまあ早速やっていきましょう。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。というわけでやっていきましょう。勝利への道だ。いや、久しぶりの大英雄戦でワクワクしてたんですけども、バルター戦と同じく増援がバカバカ湧いてくるタイプのやつですね。もう多分今後これしか出ないんじゃないかっていうレベルでなんか湧いてくるんですけど、まあやっていきましょう。で、最初は配置変更でハロルドとオリビエの位置を変えます。で、危険範囲表示で、まあ危険範囲に入んなくても多分敵から仕掛けてくるはず。まあ最初からめっちゃ範囲広いからあれなんだけど、まあ、多分入んなくても敵から仕掛けてくると思うけどね、試してないわまあとりあえず最初ドニーで左のレッドマージ倒します。で、オリビエで再行動させてあげて、で、もう一回ドニーに殴らせてブルーマージもついでに倒していただきますと。で、レイを左にやって攻撃の応援でハロルドの攻撃を上げます。で、ここでハロルドをオリビエと入れ替えて、このランスナイトをね反撃で倒しに行くわけなんですけども、反撃で倒す際に攻撃が1足りないのでハロルドに攻撃の繊維をつけておりますっていうのと、受けるダメージをこのタイミングで減らしておきたいので守備の紋章が必要です。というわけで入れ替えて受けに行きましょう。でもこんな感じで 25×2 ということで、まあ、火力がギリギリって感じですね、星3だと。で、次ハロルドをこっちに動かします。で、ここで聖の息吹が活躍するんだよね。アクスナイトじゃない、アクスアーマーを殴りに行くんですけど、この時にハロルドさん HP を3回復します。で、なんで必要なのって話なんですけど、まあ、結構なんだろう、体力余裕あるし、まあ、どうせ次食らうのランスナイトだけじゃんって思う方がいると思うんですけど、ハロルド B スキルですね、槍殺し HP が 90% 以上じゃないと発動しません。で、まあ、もちろんね槍殺しないと追撃出せないので反撃で倒せないんですね、ランスナイトで。ハロルドのその 90% のボーダーラインがちょうど HP が39以上じゃないといけないんですね。なので、まあ聖の息吹が必要なんですね。で、守備のコブとか、まあ、他にも守備を上げる繊維あるんですけど、守備のコブだと実質2しか変わらないので HP が38なんだよね。うん、38だと90% 以上ギリギリ届かないので、
まあ、3回復できる性の息吹が必要です。で、まあ、今まで言ったこの攻撃もそうだし、この守備の紋章もそうだし、この性の息吹もそうだし、ハラルドを星4にすれば全部必要なくなります。うん、ハラルドを星4にすれば火力も上がるし、槍殺しが2になって HP が何パーセントだっけ、 75% 以上、ちょっとボーダーライン忘れちゃったんですけど、まあ、90% 以上じゃなくなるので、全然発動するようになるので、まあ、必要なくなりますということで、まあ、戦意持ってない方はハラルドを星4にすることを強くお勧めします。まあまあまあ弱くないのでね、まあ、ナーシェンと比べると見劣りする部分があるかもしれないけど、まあ、ぜひぜひ持ってる方はね、星4にしていただければいいかなと思います。で、リビエでレイ君再行動させてあげて、とどめを刺していく。で、ドニーを右上に移動させます。で、こうすることによってアクスナイトがね、右の方にずれるんだよね。で、まあ、反撃でランスナイトは倒していく。で、こんな感じでアクスナイト右に移動します。これが非常にありがたい。で、ソードアーマー邪魔なのでレイで削り、でも14かきにしか入らなくて倒せないじゃんと思いきや、レイがね、この魔防の魔防封じか、魔防封じで敵の魔防をマイナス5するので、まあ、火力が10伸びると2回殴るのでね。というわけで余裕で倒せる。んーで、そしたらハロルド上にやって、ドニーここにやってターン終了。で、アクスナイトがね、こう右に孤立してくれるのが非常にありがたいんだよね。で、まあ孤立したところをレイで殴って、で、ドにちょっとどいてもらって、再行動でもう一回殴って、アクスナイトはさようなら。で、ちょうどね、1マスだけ攻撃を受けないところがあるので、ハロルドそこに移動させてターン終了。今、まあ、だんだんクリアの兆しが見えてきた感じですね。ドニーでブルーマジー殴って、で、オリビエ再行動で、このままもうアルビスさんさようなら活躍の出番なしみたいな。で、まあ、あとは適当に、もうこっからはまあもうノリだよねノリと流れでなんとかなると思います。レイで殴って、で、レイがアクスナイトの攻撃1回なら耐えれるので、まあ、結構ぬるい動きしても全然余裕ですね。こんな感じでなんか甘えた動きしても全然攻略できますと。で、ラストもうレッドマージだけなので、あとはもうあいつをドニでワンパンすることを考えればいいっていう。でも、これでドニの射程範囲入ったのでおしまいということで、無事にね、アルビス、ルナティック、星4のみで、星4じゃないや、ハイフユニット星3のみで攻略できたということで、お疲れ様でした。で、まあ、ハロルドを星4にすれば船員が必要なくなるということで、まあまあまあ、なかなかいい編成なんじゃないかなと思います。アルビスさん、ちょっとね、あれ、聖戦の寄付だっけ、もう題名すら覚えてないんだけどやったことないからね、このキャラがどんな立ち位置か知らないんだけど、ラスボスとかそういう感じなのかな、わかんないけど。でも、なんかラスボスって言われてもさ、違和感ないイラストだよね、普通にかっこいい。というわけで、無事にねクリアできたということで、これからインファナルをやってきます。はいいや、今回のマップね、ほんと魔導士が多いので、まあ、魔導士っつうか、まあ、魔法使い、なんつうんだろう、一般的になんていうか知らないけど、まあ、魔導士が多いので、ドニーがやっぱね活躍すると思うんだよね。まあ、インファナルもおそらくドニーとオリビエはほぼ必須かな。で、残り2枠を何にするかみたいな感じだと思うんですけども、まあまあ攻略の方頑張っていきたいと思います。で、多分ね、今日中に間に合うか分かんないけど、まあ夜中投稿か明日の朝投稿とか、まあそんな感じになると思うんですけどもね、まあ気長に待っていただければ幸いでございます。というわけで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくねー。